質問させていただきたいのは、うん、先生が普段意識されている世界観は普通の人とは異なるのでしょうか、うん、それとも同じなのでしょうか。同じだと思いたい。違うのであればどう違うのかを知りたい。そんな同じだと思いたいよ。分からないですよね、自分で。うん、同じだと思いたい。ただ僕は先生と普段接してて、うん、やっぱり違う世界が見えてる人なんじゃないかっていうのは思いますよね。はい、それ不思議ちゃんってこと、うん、わかんないですけど、先生とかあゆみさんみたいな方は違う世界で、何それ。ああ、そう、あゆみさんはね、なんでですか、ね、同じ視界の中で、ね、でも同じものに、まあでも、そうですね、やっぱ僕からするとあそこに何があるとかいうのはもうさっぱりわからないわけですし、でもね、わからなくていいと思うよ。そうですか。わかると怖いもん。怖い、うん、だってほら、例えば女の子が公園で遊んでるでしょ、ね、変なおっさんが見てたとするじゃない、気づいた途端にあのおっさんと思うときない、ね、そう思わない、変なおっさんがその女の子をじっと見てるのに気がついちゃったら、あの人怪しい人だったらどうしようって気になり始めて止まんないでしょ。うん、確かに。でも気がつかなければ別に素通り普通にできちゃったりするじゃない。確かに。でもその、ね、人は何ともなかったらそれで問題ないけど、もし変な人だった場合、ねえ、キャーって助けに入る勇気があるかないかも試されるわけよ、そこで、つい関わっちゃうみたいな、関わらなきゃいけないのに関わっちゃうみたいなさ、そういうめんどくさいことが常日頃起こってるんだから、見えない方がいいと思うよ。知らずに済めば済むもの。知らぬが仏か。あ、見えない。それに子供の頃は人の声が二重に聞こえたのね、心の声と言ってる言葉と。じゃあちょっとたまに違ったりするわけですか。うん、たまに違ったの。子供は大体一緒なのね。あ、なるほど。先生とかが違ったりするの。あ、大人だからわかんないけど、やっぱり指導するためには褒めなきゃとか、そういう余計なことが聞こえちゃうのね。なんじゃこりゃとかっていうのが絵を見せた時に聞こえて、えっとか思うと、ここがいいわねとか、なんじゃこりゃとは違う反応が口からは出てたりするの。それに結構傷ついて、なんでそんなことが起こるのかも分かんなくて、みんなはどうして平気なんだろうってずっと思ってたの。みんなも同じなはずなのに、なんでみんなは平気で私ばっかりなんかこんな弱っちいこと思ってんだろうとか。今はそういうことないんですよね。今はみんなには聞こえないの分かってるし、聞かないようにしたから。だから本当に子供の頃は間違いなくそうだ、そういうその人とは全然違った世界に見えてたんですけれども、今はそれで一生懸命スイッチオンオフで普通の人の感覚でもう聞けるようになったってことですよね。まあちょっと聞きスイッチはバカだけど、うん、あ、そうですか。できるんじゃないのかな。若干もやっぱり緩いという、分かんないけど、まあ、聞こえちゃうときは聞こえちゃうんだけど、まあ違う世界が見えているけれども子供の頃のほどではないという、そういう感じです、ね、どうなんだろう。だって子供の頃って自分だけがと、うん、なんかそういうのが見えてると思わなかったから、うん、違いが分かんない。他の子はどこまで見えてるのか分かんないし、私と友達が一緒に遊んでた子が二人で何騒いでんのって言ってた、後から来た子がいてて、うん、ああ、そういうことか。2人じゃないよ、5人で遊んでたんだよって。で、その友達も5人だと思ってたんですか。そう。あ、本当ですか。で、5人で遊んでたはずなのに1人がいなくなっちゃったの、うん、で最初は隠れ鬼っていう遊びをしてて、うん、隠れんぼと鬼ごっこを合体させた遊びで、はい、そう、見つけたら追っかけて捕まえたらっていう風に、見つけるだけでつまんないっていうんで、やってたのね。5人で遊んでて、はい、1人がどうしても見つかんないの、で必死になって探してて、でその何日か前、多分1週間とかだと思うんだけど、うちの地域ではないんだけど、はい、子供が誘拐された事件があったのね。え、怖い。はい、めったに起こることでもなかったんだけど、ちょっと怖くなって、この間人さらあったよねとか言って、絶対見つけなきゃとか言って、私とその友達とで必死になって、であと2人といると思って、探してたの、残りの1人を、はい、出てこないから、うん、そしたらなんか他の子が来て、うん、2人で何やってんの、で2人じゃないよって言って、本当は5人だったんだけどって事情を説明したら、公園にはどう見渡しても私たち2人しかいないっていうの。へえ、あそこにもいるじゃんって言って、名前ちょっと忘れちゃったんだけど、1人は花ちゃんって子で、もう1人が何とか君っていう名前がちょっと思い出せないんだけど、で
花ちゃんってこう呼んで、でいたとかって聞いたらいないとかって聞こえてきたの。でなんかその会話も私がただいたって言ってるだけ でいないって友達に言ってるっていうしか見えないって、で嘘つくような子じゃないから友達の方はすごい怖くなっちゃって、じゃあ私たちが遊んでたの誰なのよなんてことになっちゃったんだけど、私はじゃあもし2人はいないとしてもう1人は本当にいなかった子なのか本当はいた子なのかが分かんないじゃない、はい、私はそっちの方ばっかり気になっちゃって絶対探さなきゃと思って、結局結局その子はお母さんが迎えに来たから帰って、後から来た子も帰っちゃって、でうち、私はそういうのないから一人で一生懸命探したら、さっきはごめんねって言ってその子がひょっこり出てきて、どこにいたのって言ったら消えちゃって、あ本当はいない子だったんだ、落ち着いたことがあって、でもちょっと私はその中で時間を返せと思って私はそう思ったんだけど、友達はなんか怖くて、おなんか次の日学校休んじゃった怖くて外出れないとか言って、怖い体験 したことがない子だったらしくって、でも私の中では日常だから怖くないじゃない、そうです、ね、怖い体験には当たらないから、であれ なんかそんな変なことがあるんだっていうのが、そういうのを何回か繰り返すうちに、私には見えるけど周りには見えない人たちがいるんだとかがだんだん分かってきた感じで、子供の頃みんなはどこまで見えてたのかが分かんないし、みんなと自分が違うのか同じなのかもちょっと把握してなかった、同じだと思い込んでたから、だから今も時々不安になるもんね、これは私にだけ見えてる人じゃなくてみんなにも見えてるだろうかとかまあでもたまにね、あ猫だとか言って誰何もいないところに行ったりとかね、あしまった生きてない猫だたまにねそこらで自己死した猫っぽいのがいたりなんかあとこの間北海道に行った時に飛行機に乗ったら羽の上にね乗ってたんですよね、あそうなんか変なおっさんがいて、変なおっさん、そうなんか変なおっさんがいてこのぐらいの20cm、 多分あのさおかしかったのが、はい、飛行機のね羽のとことこってやつからピューと飛ばされて、そうピューって飛ばされて、その飛ばされるのは本当にアクシデント飛ばされたのか、それともほら霊界って演出が好きだからこういう風に見せようっていう生きてる人にっていう意図もあったりするから、はい、それはそういう演出なのかそうアクシデントなのかどっちでしょうって言ったらやっぱり飛ばされる瞬間にねあって顔してたんですよ、それが壺に入っちゃってすごいそれですよ、それちょっと見たい見たいですか、見たい、面白いですその瞬間は、まあ、違う世界を見てますね、面白いですね